ラファエレ！やはり君たちは愚かだ。どのみち何もできないというのにここまで追ってくるとは。計画を中止しろ。なぜだね。わからないか。これは人類史上最も歴史的な進化なのだよ。君たちがそれを拒む理由が私にはわからない。人間を怪物に変えてしまうような技術が歴史的？あなたこそまともではありません。そんなことをすれば自我は崩壊し、人として生きられなくなってしまいます。僕の妹と同じように。確かに実験段階ではそのくらいの失敗もありましたが、安心してください。もうその問題は解決済みです。ちょうどいい。ここでお披露目しようじゃないか。記念すべき新人類、レーバロイドの第1号を。あれは、まさか。そんな。Thank you.
師匠ケンガイさん、そんな、どうして。彼は我々の留守中に混乱したアルキアを統率し得たほどの人物。これから生まれ変わる民をまとめていくにふさわしい。そこで彼に一体目の新人類となってもらった。そんなバカな、師匠なんて姿に。あれでちゃんと自我を保てているのか。それは残念ながら。だが的確な指示を出し操作することはできる。見るがいい。このように喋らせることも可能だ。素晴らしい技術だとは思わんかね。あれじゃまるで操り人形じゃねえか。許さねえ。まだわからないとはつくづく愚かだよ君は。我々はこの技術をもって新たな世界の神となるのだ。行けデーバロイド、その力を存分に見せてやるがいい。師匠。あなたたちでテストさせてもらいますよ。デーバロイドの力を。4人では先にしていきます。デバロイドが剥離するなど。おーい、カテナ、ミュート。アウト。ラファエルのクリスタルを叩き割れ。首の後ろのクリスタルがコントロールの源だ。ヤツの首の後ろのクリスタルがコントロールの源だ。師匠。大丈夫だ、もう心配いらないぞ。ゲンガイさんはここにいてくれ。俺たちは奴の後を追うが。結局こうなっちゃうってんだ。何のことだ。え、何でもねえよ。それより今は奴を頼みますよ。
ラファエーレがつけてるクリスタルはネイバーテイルの遠隔操作を可能にするんだ。何それ、そんなことができちゃうの？アルキア研究所の上層部はみんなあれをつけてるんだ。私の父親ラウドネスもつけてた。あれを壊せアウト。そうすれば奴は何の力も持たねえただの人間だ。ゲンガイさんのことは僕が引き受けます。だから早く。わかった。ゲンガイさんはアルキアの僕の診療所へ連れて行ってくれ。オッケー。それじゃ頼むぜ二人とも。さあハニー手伝ってくれ。ダーリン、行ってきな。本当は君に無茶はしてほしくない。でも彼を倒すことが今までの君にとって本当に大切なことなら決着をつけておいで。ああありがとうダーリン。どうかうちに帰ってきてくれ。ラファエーレの野郎、どこ行きやがったんだ。ラファエーレなら奥へ向かったよ。リッカを連れてね。リッカ、お前ら無事だったの？当たり前よ。それよりラファエーレを追ってんだろ。なら急いだ方が良さそうだぜ。何やら血相変えてたからな。俺たちのことなんかアウトオブ眼中って感じでよ。ありゃただごとじゃねえぜ。心配だ、急ごう。あ、さあ僕たちの方も作業の続きを。おい、お前まだここにいる気か。いい加減もうやばいぜ。もし例の進化計画とやらが始まっちまったら。それは彼らが防いでくれるよ。それにこんなチャンスめったにないんだ。今度こそ必ずルークの情報を。いい加減にしろよ、下手すりゃ死ぬんだぞ。ここで諦めるなら僕たちは今まで何のためにアルキアにごますってきたわけ。みんなこのためでしょ。もし何かの拍子にアルキアの情報網がぶっ壊れてみなよ。今までの苦労が水の泡じゃない。 あったくもう早くしてくれよ。あった、ルークの名前。よし、それじゃあそのデータ持ってとっととずらかるぜ。おい、どうした？知ってる。なんだよ、早くしろ。ルーク、死んでる。3078年、自らの研究成果を裏付けるため惑星の表面調査を志願。周囲の反対を振り切って調査へと向かう。その後行方不明となり現在に至る。アルキア研究所はルークを死亡として。同情はするぜ、だが今は急がねえと。ルーク、どこまで行くんだよ。おい早くしろって。もう情報はつかんだろうが。こんなところにいたら俺たちまであの世行き。あ、おい、苦しい！ったく、あのバカが。